すいません、ちょっと井戸の前でさばいてるとこ撮らせてもらっていいですか。でもさ、うん、俺らのね、若い人の自分と違ってさ、育児がないよ、今の若い人は。まあ、陽気も違うけどね。うん、違う、ね。俺らの時はこんな暑さにならないもん。そうだね。それで31度だもん。そうだよね。ね。うん、俺はここからお宮の前から入ってさ、うん、鳥居から隅田が入った方だから。そのまま入ったんだよね。そうだよ、そのでかいの、うんうん。そうだよね。うん、俺が若い人の時ね。そうだね。うん、浴衣ほら濡れちゃったやつをまた急いで洗って終わると乾かさなきゃな。翌朝までに。え？うん。翌朝やらもうその日のうちに。その日のうちに。もう夕方着るから。ああ朝からだからね。ああであれもなんていうの船でさ、うん、今川入んないから、うん、これずーっと一周するんだよ。うんうんうん。それが潮加減で月島の向こうの方の橋が、はい、船が通れない。そうだね。今年は早い。早いよ今年も。朝6時だった。一番太鼓って5時になるの？そうだよ。どこの太鼓が鳴るの？どう三町内向こうに一つあって、こっちに一つあって、うん。こっちにあって。こっちにあって。あ、それぞれ各町内一つあるの。お囃子のところで鳴る、うん。そうそうそう。それ競争で叩くわけ。その後にお囃子が入る。お囃子はほら、みこしは一体なんかした時に入る。そうだね。うん、じゃあ今日の宵宮で明日の朝最初に叩くんだ。そうそうそう明日。そうだね、特別なとこだよ。もう特別だよね。うん、でもよく若衆がこれだけついてきてるよね。減ったよ俺らの時代から見ると。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。若い人なんだって、うん、ちゃんと軍隊じゃないけど、うん、弾があるんだから。わかるわかる。ああ、うん、でもそれぞれ3年ごとの祭りで少しずつ慣れてって役が上がってくんだよね。そうだよ、一つずつ上がってくんだよ。うん、それから新しく入ってくんだから、うん、でも3年ごとにちゃんと下を教えていかなきゃいけないんだよね。自然に覚えちゃう。覚えちゃう、うん、忘れちゃうもないかね。忘れない忘れない。そう、体が覚えちゃうんだ。うん、だからこの神輿でもらう予想と担ぎ方違う。違うね。チャカ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 やらないしないよね。要するに酔っ払いが千鳥足で歩くような担ぎ方違うって言うんだから。担いでる時は静かな。静かだよね。その代わりに刺したり揉んだりがあるから。うん、そうだね。その時は元気だね。でもあれでこうあの川に降りてくとこなんてかっこいいよね。はい、どうも。あ、お邪魔してました。どうも。おう、はい、若いってこの人は。みんな元気だよ。難しいですね、結構並べるのもね。うん、ほら一応ほら役やなんかがありますよね。役もあるし、あとほら佃の中の旧家のうちのね。そうですね。あれもあるし、旧家でも本家があって、本家のまた分家があって。あ、ほら来た。名前がね、ギーニーとかなんとかってね、わかる。ちょっと驚くのいるんだよ。あんた嫌になっちゃう時があったよ。ああ、いいよ。やっぱり若衆だったらあの花面つかみたいね。つかみたいね。つかみたいよね。よーせーの、ふーせーの、せーの、ふーせーの、これがね、まっすぐ行ってないとダメなんだよ。これが、これが、こう行かない、こう。かけていい？うん。一本ずつね。うん。いいか、こっち。オッケー。そんで、思いっきり締めて。せーの。よっ。せーの。なんで？せーの。ふっ。閉まってる？閉まってる？閉まってる。いいな、まだ全然。待ってんだ、うちで。よっしゃ、よっしゃ。お祭りとなったら、まあ、神社も一緒に、一緒にね、ここをみんなで守るという。そうですね。うん、だから、この何震災も戦災も全部ここをあの守ったんですね。守ったみたいです。私なんかは今夜の夜宮が一番好きです。ああ、そうですか。っていうのは、うん、ここら辺の全部の若い子たちが、うん、お揃いを着て
それであの各あの春見やら豊見やらこのあっちかあの全部見える集まってくるあの、うんうん、偉い人がね、はい、あそこの代表の方たちが見えるのを、はい、全部提灯を持ってお迎えするんです。ああそうすると本当に歌舞伎の世界っていう感じ。本当ですよね。うん、それが素敵。うん、じゃあ、はい、担ぎます。担いじゃって。はい、じゃあ、はい、担ぎ方いいな。せーの。